3月13日日曜日10時58分今日もコロンに買い物に来ました。これから138に行きます。降りたところはコルネードスーパーマーケット前です。これから138まで行きますね。友達に T シャツ M サイズブラック頼まれたんですよ。シャネルじゃなくてなんだっけな、あれはイタリアのブランドでね、なんだっけな、なんとかっていうやつ、ちょっとド忘れしちゃったけど、シャネルじゃなくてもう一個なんだっけな、まあ後でわかると思いますけど、なんだっけな、ブランドの名前すぐ忘れちゃうんだよね。138外装がちょっと変わりましたね。ウォーレスセールって書いてある。フーセール、今信号が青になった。ちょうどに急がなくても赤になっちゃった。赤になっちゃいました。もたもたしてるから。99秒待たなくちゃあんない。抜けるわな。ノーニーバー。信号渡らないとね、罰金50ペソ取られますよ、これ赤で行くと。平気で渡ってる人いますね。50ペソ取られるんですよ、ここは。渡るとね。ただいま11時になりました。午前11時日曜日、ブランドの名前まだちょっと思い出せませんね。なんだっけな、あれ。あと10秒くらいですね、信号青。はい、青になりました。渡ります。一応ワクチネーションカードいらないんで簡単ですよね、入るの。2階まで直行します。はい、2階に来ましたけど、少しここで休んできます。そうだ、ブランドの名前グッチですね。グッチのブラックの T シャツ2枚頼まれました。そうだ、グッチだよ、グッチ。Thank you.
ハーデーカーですね。名前グッチ、ブラックグッチ、グッチ、グッチ、M サイズ、おそらく100。じゃあ、M バドハ、ブラックバ M、ドハ、M サイズね。何？ドア？ M、M、ミディアム。こんな、ナイススモールか。スモールさ。ああ。じゃあ、あなた。これは M? No. Yes?ミディアムサイズバワラ。じゃあ。なあ、ミディアム。なあ、ミディアム。じゃあドハ。ブルー&グリーン。M サイズね、ドハ。グッチはスモールサイズしかありませんでした。止まってません。画面ポケットに入れたんだけど、ここは何だろう。70、80、130、50。2つで1500個。500オンリー。おさ500、500。いっさ。150ペソのサンダルですね。もう用が済んだから帰りますね。あとは小銭入れかな。小銭入れ。ジャンクですか。ぼっ壊れて。もう週か。あれは？今日はこれで帰ろう。シングルバッグ。値段がないけど、これOkay, I'm not going to be able to do that.
150ですね。こっちは150、200。フェイスマスク50ペソ。カエロ森の森の押すかな、ジプニーで帰るかな。ジプニーがいいね。アンコーアンちゃんアンちゃん、ここにいればジプニーがいっぱい来ますから簡単です。バス乗り場で行くとね、なかなか発車しないんでね。ここに靴下がありますね。ノーノーノー、ここにもありますね。靴下ね。これは多分、サントニーニョ教会行った人ですね。サントニーニョ行った人、ティグワン、サンバ、プラスチックバ、ブパ、ブパパロン、ノーベッドはプラスチック。オリナコ、あ、エイタオリナ、これは12 SM か。まだ来ない。12L、 ここに黄色いポロシャツのおじさんよくね合うんですよね、これ。メトロのね、右の方から出てくるね、ジプニー 14D でアヤラ行くんですよね。リップのが良かったかな、涼しいから。まあ慌てないで行きます。慌てない。あれは SM 行きですね、これ SM。
さあ 14D 来ました、あやら行き。あやらね。はい、じゃあこれ乗りまーす。はい、じゃあおしまーい。